まあ、土屋といる時間が長いっす。うん。最近ね。うん。土屋言ってましたよ。うん。なんて？若林さんって言って、うん、神妙な顔好きどうしたって言ったら、うん、春日さんって、うん、本当にいつもあんなに喋んないんですか？うん。もうそうだよって言ったら。うん。いや、僕思うんですけど、うん、又吉さんとか、うん、ああいう、こう、そういうキャラの人とかで、で、大喜利できたりする人が喋んないのは、うん、と思うんですけど、うん、春日さんみたいなキャラの人が楽屋で喋んないって、うん、何の得もないんじゃないですかって言ってた。おー、言ってくれたな、おい。あ？これもやり合いだな。あれ？うん。これ、どういう勝負？これ負けたら玉こんにゃくだな。もう、土屋と私で。あ、ほんと？うん。うん。相撲。相撲ですか？相撲やって負けた方が玉こんにゃくだよ。めんどくさいこと言うとかじゃない？じゃないじゃない。私はそういうのできないから。あ、そうです。うん。相撲だな。わかりました、はい。うん。言ってくれたな、おい。で、ちょっと土屋にいろんな問題出てまして、うん、と、バイトが次々クビになってます。え？だって今、コンビニエンスで働いてんじゃないの？いや、ちょっとファーストフード一回クビになり。うん。ファーストフードをクビになった理由を言いましたっけ？いただいてないかしら。ちょっと土屋がやっちゃったんですよ。え？テレビの取材が入ったっていう話しましたよね。え？どこに？してないですか？え、バイト先に？バイト先にテレビの取材がまあ入りまして、あのファーストフードの時に。うん、で、店長が、俺出るからみんな録画しとけって。で、もうすごい嬉しそうに言って、うん、で、うん、なんか連絡帳みたいな、あの、休憩室にあるノートにまで、俺出るから、うんなるほどね、あの、みんな見てくれよなみたいな。で、絵なんか載せちゃったりして、やってたから、まあ、録画したんですって言われた通り。おぉ、可愛いとこあるじゃない。はい。うん、したら、ちょうどちょっとこう、ニュースが突然入り込んだやつがあって、うん、あの、全カットになったらしいんですよ、ねうんうんうん。で、それを、ちょっと土屋が笑いすぎたらしいんですよ、うんうん、店長の前で。あそしたらちょっとあのクビになってしまいましたクビというかそのクビにならざるを得ないようなそのシフト表をいっぱい出しても入れますって、うん、一個も入れないっていう状態に。ちょっと待って土屋の土屋だけどさ、うん、店長器としてだよなんでそんなことするんだよそれでまあ、うん、土屋のね春日が本当本当かよって言ってた、うん、その要するにファミリーマートで家族で働いているとうん。そこはだってやってんじゃないの？いや、そこもちょっと、うん、実は。え？はい。だって頑張ってたじゃん。ほら、それこそさ、はい、その、制服をね、はいはい、着たままさ、はい、若林さんの元にやってきたりだとかね。はいはい、で、まあ、残業っていうか、頼まれて、うん。あの制服はもう見れません。だって、この間ついこの間話したばっかりじゃん。若林さんの用を、蹴ってさ、うんそれは土屋に非はないよ。土屋に非はない。土屋を責めてやるね。土屋はちゃんと、この日入れますっていっぱい、うん、今あいつ一人暮らし初めてしてんだね、うんうんうん。大阪から出てきて、うんうん。この日入れますっていっぱい送ってんのに、うん、店側がやらせてくんないんだから。何があったのよ。だって頼まれた残業もちゃんとやってたりさ。だから、それは俺に言わすな、お前。いや、だって、そんなさ、うん、そういうの扱いを受ける理由は、ないでしょ。うん、だから俺は言えないよ、その理由は。それは。いや、気になるよ、それ。なんでよ。いや、だからその、うん。性格だよ。いや、性格だって真面目にやってたじゃん。それはさ。いや、ちょっと、うん、なんか、いざこざがあったってこと？いや、違う、いざこざじゃなくて、土屋は時給で働いてんだから何時までって決まってんだから、うん、1分でも過ぎたら、うん、それはもうバイト時間じゃないですよってことで、もう約束の時間が来て0000になったら帰っちゃうんだよ。毎回。ちょっと仕事が残ってても、それを全部置いて帰っちゃうんだよ。それをお前せめてやるなよ。いや、それはさ、まあでもそうだけど、間違っちゃいないけどさ、うん、そこはさ、やっぱりその、うん、ね、仕事を終わらしてから帰るみたいなさ、うん、そういう遊びの部分あるじゃないですか。これはでもそれはもう、その、労働基準法違反ですよ。それだけ賃金を出してないってことですから、ね。いや、そうだけどさ、ね、それは0000なんてすぐ帰っちゃうんだ、あいつは。その、雑誌の封とか切ってても、うん、あ、と思ったらもう置いたままで帰っちゃうんだ。それはお前せめてやるな。
だって。いや、それはでも普通終わらしてから帰るよ。いくらなんでも。お前でもそいつに、あんな喋んないのダメじゃないですか、仕事としてって言われてるんだぞ、お前。ということは、それよりもダメなやつもじゃない、私。そうですよ。なんなんだよ、相撲だな。本当に暗いっすね、つって言ってたからね。びっくりしました、ね。若林さんが一言も喋らないやろうなと思って、上京して、春日さんがこうみんなにいじられたりして明るいんやろうなと思ったら、まあ喋んないっすね。若林さんずっと喋ってますもんね。そうだね。うん。で、まあ今ちょっとカラオケやってて。あ、でもさ、ちゃんとその、うん、新たなバイト探してやるっていうのは。飯食えてかないからな、そんな。カラオケ、うん、カラオケもでもなんかその接客業が多いね。まあ接客業が多いね。うん。好きは好きなのか、そういう人と接したりするのが。ミスト特に好きじゃないわ。あ、そこなんか頑張って克服しようみたいなところがあるのかね。まあちょっとあって。接客業やって。うん。ああ、言えないじゃない。で、まあ、土屋が、その、報告があって、土屋からの。うんうん、若林さんと。うん、あの、まあ、カラオケで、うん、あの、夜中12時頃来たお客さんが、うん、まあ、あの、泥酔してたと。うん。まあ、そういう人もいるでしょ。で、男女のグループだったらしいんです。うん、女の人が階段が登れないほど、うん、泥酔してたと。うん。うん、で、肩を貸してください、店員さんと。おーおーおー。で、肩貸した時に、うん、あの、ちょっと胸が当たったらしいんですよね、うん、そういうこともあるでしょう、ね。うん。で、ドキッとしてしまいました。っていう報告が俺にあったわけ。それ聞いて若林さんなんて答えんだよ。そうか、つって。そうか、つって、あの、うん、アールグレイオのカフェで、ね。あ、そう。うん。落ち着いたもんだね。落ち着いたもんだ、俺だって。で、まあ、胸が触れたと、腕に。うん、うん。で、俺はそこで聞いたわけ、カフェで。おしゃれなカフェで。うん。土屋、お前、おっぱい見たことあるかって聞いたんです。うん。そういう原文ままですか、ね、原文まま。なるほど。そしたら、あいつは言いましたよ、いや、見てないです。筆下ろしがまだなんで、と。うん。うん、なるほど、と。うんうん、おっぱい見るかと。おお。うん。生。おっぱい見に行こうっつって。うん、おお。で、俺そこで行ったよ、俺は土屋に。うん、おい、土屋。うん。舐めんなよ。ん？俺は見たことあるぞ。俺は、16個見たことあるっていうのをちゃんと伝えたよ、俺は。8人ってことですね。うん。うん。したら土屋は、おおってなった。すごいっすねって言った。で、また、アールグレイを。アールグレイ。お湯足してもらってたかな？お湯差してもらってたかな？その頃には。そんな会話してるのにさ、アルコールを飲んでないってのはびっくりだよね。紅茶を飲みながら、する会話じゃないでしょ、そんなの。しかも深夜1時に紅茶飲んでるからね。うん。ああ、んで。土屋はカフェモカを飲んでたかな？うん。うん、二人とも。で、今ね、カフェで行くと、土屋がこうメニューをこう開いて、カフェモカのとこ指さして、うん、何も喋んないのよ。うんうん、俺、最近それを直さして。土屋、カフェモカぐらい声に出して頼むと。うん、そうだね。それからあいつは一生懸命言ってるよ。うん、カフェモカって言ってくる。頼んでる。常に頼むのはカフェモカなんですよ。うんうん。で、なになに、その、生おっぱいを、うん、ミスやるとどうすんの？で、まあ、刺激が強すぎてもいけないなって思って段階踏もうと思ってて、うんうんうん、まあ、ストリップだなと思って。ああ、うん。なるほど。まあ、ショーだからね。うん。ちょっとま、人間関係としての距離感は、ま、ありますよ。はい。うん。で、いきなり、例えば、その、実際の風俗の方行っちゃうとね、うん、ちょっと刺激が強すぎる、うん。もうコミュニケーションなきゃいけないからね。うん。うん。から、行きました。ストリップに。うん。さっき。さっき、はい、あ、今日の話ですか、はい、あ、そう、はい、はあ、ラジオ前に、うん、確かにちょっと時間あったね。そうです。で、実は俺も初めてだったんですよ。ストリップ劇場人生で行くのが。あ、私も行ったことないな、そういえば。うん。なかなかないね、そうだね。なかなか、ないね、うん、なかなかちょっと、うん、行けなくて。うんうんうん。どんな感じのとこよ。入ってみたら、うん、もうまんま木更津ね。
もう天井が低くて、うん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 、で舞台がジャンプしたら頭がもしかしたらついちゃうぐらいで、照明がすごい近い距離が、でスモークがもうむき出しになってて、でちょっとこう半円形になってて、でそこに3列だけ、うん、長椅子というか、ああ、その、砂かぶり席みたいな感じですか、うん、で、前で見れる、うん。結構入ったら満員になってて。もう踊り子さんがもう真ん中でこうステージで踊ってて。はあ、どの、客層はどう、客層はね、やっぱりそれぞれでした。でも、うん、言えるのが、どの人も、うん、むっつりっぽかったです。どの人も俺みたいな感じ。ああ、踊らせそうな感じ。みんな行き場所のない性欲を抱えて、うん、この劇場に集まった、そういう顔をしていたね。なるほど。で、すごい若い20歳、20歳か21歳ぐらいの少年が一人で来てた、うん。あの子ももしかしたら、おっぱいを初めて見たのかもしれない。すごく真剣な目で、ストリップ場を見てました、うん。なるほど。うん。かたや、その、ハゲ散らかしたおじさんが、うん、うん、一番前のかぶり席に座っている、そして、入場料4500円、払ったにもかかわらず、股を広げてる、その真ん前の一列目の席で寝てました。あ、なんだよ、もったいねえな。うん、っていうこともあって、そして、うん、こう踊ってる人をこう、まあ見てて、もうユーロビートみたいのがかかってるんですよ。ダン、ダン、ダン、ダン。で、なんかルールがあるんですね、どうやら参加していくとわかると。うん、足を大きく広げたとき、うんうん、お尻を高ーく突き上げたとき、みんなで拍手します。はい。これはやっぱ、こういうとこで俺やりませんよ、みたいなスタンスも古いから。うん。まあみんなで作っていくもんだからね。うん、よくね、チーム付き合えばありがちだ、大丈夫や、拍手しないとかスタンス取ってねえだろうな。全然拍手して、二人で。土屋も拍手してました。初めておっぱいを、みたいな。あいつにとって2個。2個初めて、初の2個なんだ。なるほど。記念すべきだね。二人で拍手して。うん。俺があげたダウン着て拍手してました、ね。うんうんうん。で、俺も拍手して。うん、うん。したら、袖にね、あのね、タンバリン持って叩いてる人がいるんだよね。うん。男性？女性？男性。へぇ。うん。ずーっと袖というか、なんか、客席の一番袖の方にタンバリン持ってシャン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 って叩いてる。うん。客席向いて。で、また大きく広げて拍手のタイミングに、紙吹雪をピューってその人が投げます。で、投げ終わったらこう、長州小力さんみたいにこう巻き取ります。あ、紙テープね。紙テープ。うんうんうん。紙テープをピューって投げる、はい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 、巻き取るっていうのがあって。はー。で、それを二人でこう拍手して。すごい、その人もプロだね。そう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 。演出だ、演出。うん。で、その後、うん、またどん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 出てくるんですけども。ああ、いろんな踊り子さんたちが。うん、そう。で、その、幕間の音楽がないのね。無音なんですよ。無音の中がスタンバイが変わったりしてて。へぇ、うん。で、その間、本読んでる人がいてね、小説を。横の人が。よく小説読めるなと思って、こういう状況で。うん、常連さんなのかな？常連さんなの、うん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 。で、まあ次の人が出てきてね、どうやらね、うん、なんかね、ストーリーがあるらしいんですよ。え？うん。どういうこと？ピンクパンサーの音楽がかかってて、うん、ここに拳銃をさ、ももに拳銃を刺してて、はいはい、ハットみたいなのかぶって、てでてでーででーって出てくる。なんていうか、円のライトで、はい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 。ダダーンみたいにまた広げたりするんですけど、その、追われてんのにまたは見せてくるっていう。それはなんかその追ってくるやつに見してんのかね、それでね。でーでーって広げて、僕はひるんだ好きに逃げるとかいう、そういうストーリーと。いや、俺はよくはそんな女泥棒みたいなってことでしょ、だからね、うん。なかなかピストルがこう取れないくだりとかもあったりして。で、ブラを最初服着てんですけど、だんだん脱いできてもブラになってんですけど、ね、うん、踊ってんのが激しすぎてあまりにも、うん、おっぱいがこぼれちゃったんですよ。ほう。うん。うん、したらすぐその人後ろ振り向いて、うん、カップに入れるんですよ、おっぱいを。それは演出じゃないんだもん。うん、それはもうハプニングで出ちゃったから、うん、すぐ後ろ振り向いて、うん、プロですよ、やっぱり。なるほど。カップに入れたんですよ。うん、その10秒後に、おっぱい出してたけどね。やっぱあるんだろ、タイミングがね。まだ早いっつって言って。ちょっと袖から見切れちゃってさ、おっぱいがありまして。なるほどね。別にね。はい。その10秒前でもいいだろうと思うけども、こっちはさ。うん、そのおっぱいが僕にとって、うん、
19個目のおっぱいでした。19個、奇数はおかしいだろ、奇数は。1個こぼれてますから。両方こぼれたけどね、18見たんです。16から18になったわけです、最初の女の子でおっぱいが。なるほど。じゃあ、どっかでまた形地を見ないと、数が合わないね。で、ちょっと、奇数のまま。で、それで19になったわけですよ、おっぱいがこぼれた瞬間。その10秒後、20になりました。19と20はすごく似てました、おっぱいは。そりゃそうでしょうよ。同じ人のやつだ。7と8もすごく似てました。そりゃそう、同じ人だ。ただ、9と10は、片方は陥没、片方は普通の乳首でした。これだけは言わして、よく見てるね。そんな違いまで見れるぐらいの集中力だったんだ。9と10?うん、で9と10のおっぱいは舐めたったから俺。ああそうか、そのストリップに行く前か。でも、うん、これちょっとストリップとは関係ない話で、土屋に俺しみじみと車の中で言ったけど、うん、俺はおっぱいを触ったりおっぱいを舐めたりしてる時に思うことがあるんだ、土屋。何でしょうか、うんうん、どんなに年下の、うん、自分より例えば5歳ぐらい年下の女の子のおっぱいでも、うん、年上に感じんだよなつって俺が言ったんですよ、うん、そしたら、すいません、まだ僕にはそれは分かりませんって言ってましたよ。いや、なんすかその話。え、これ分かんないかな、奥ちゃん、そしてカスちゃん。いや、正直分かるよ。やっぱり女性は、やっぱどうしたってさ、うん、そのまあ上というかね、うん、いただいてるって感じだから、やっぱり。違う違う、うん、おっぱいは揉んでるとするね、春日がじゃあ5個下の子のおっぱい揉んでて、うんうん、おっぱいをこう吸ってるとするでしょ、うんうん、なんかこう、年上に感じないか上、自分より上のものに感じないか。うん、だから思うよ。でも、キャッチャーミットは、うん、下の方のキャッチャーミットは別に、その子の年齢じゃないか。ああ、おっぱいだけってこと?おっぱいはどうしてもなんか年上に感じるから、なんか舐めた口聞けねえんだよなーって俺は土屋に言ったのよ。そしたら土屋はまだわかんないし、その世界はと。いや、そう、実際に触ったりしたことないわけだからね。うん。うん、で、まあ、ストリップに戻りますと、まあ、その拍手したりが続いている中、うん、今度は一人でずっと出てくる中、二人組っていうのがあったわけですよ。うん、二人組。うん、で、出てきて、うんうん、女子高生の格好して踊ってるんですよ。うんうん、ね最初、うんうん。なんかね、突き飛ばしたり、押し合いとかしてるんですけど、うんうん、なんかサイレントみたいな状況ですよ。色もやでいう。誰も笑ってないけど。うんうん、どういう状況なのかなって見てて。で、一人いなくなっちゃうの、なんか切れて帰っちゃって。なるほど、なるほど。で、なんだこれと思って。その後、フラダンスの格好して出てきて、うん、フラダンスを一人で踊ってたら、うん、なんかもう一人フラダンスでまた出てきて、うん、最後踊ってなんか抱き合うみたいなんだけど、なんだったんだろうなって帰り土屋に行ったら、やっぱ土屋ね、うん、才能あるね多分あいつ。何よ、若林さんちょっと待って考えさせてくださいと、うん、で5分後あいつは重い口開き、わかりましたと、うん、わかった、もうタメ口になってたからね、その時車の中でもう分かりすぎたのか、うん、嬉しかったんだろうね、あのさっきの女子高生の話あったでしょ、うん、って言ってたからね入りで。なるほど。うん。でも俺はあいつのこと全然年下とかそういう目で見てないから、その関係ないよ。うん。どういうことだったら、あの女子高生は、フラダンスを一緒に文化祭とかそういう感じで一緒に踊ろうってやんのに、うん、片方の子が全然上達しないんですよ、うん。で、あんたなんで上達しないのっていうのを責めて、うんうんうん、そしたら怒って帰っちゃったんですよ。うんうん、でも一人で私は、あのフラダンスをやるわよって一人で一生懸命練習して、うん、で、本番当日が来たんですよ。うん、そしたらココナッツつけて、うん、なんかね、腰みのみたいのつけて出てきて踊ってたら、うんうん、実はもうフラダンスをやめて私帰るって言った子が、実は陰で練習していて、うん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 、ココナッツの格好してご本人登場みたいに出てきて、うん、あんた実は練習してきてたのっていう、うん、ストリップにそんな深いストーリーいる？うん、まあね、うん、うん、いらないっちゃいないな、いらないでしょ、うん、おっぱい見に行ってんもんな、だってこっちは、うんうん、でそのピンクパンサーのデデデデデデっていうのは、うんうん、ずーっと舞台の左側のヘリに DVD が置いてあったんですよ。DVD が。DVD? プレイヤーとかじゃない ?DVD。DVD-R みたいなのが、うんうんうん。で、ずーっと踊ってて、ピストルとかで撃ったり、また広げたり、うんうんうん、お尻を高く上げて逃げたりして、うんうん、最後その DVD を拾って、うん、でーでーってなってたんですよ。
実はわからない、ね。わかんないでしょ。意味わかんないね。何それ。土屋に聞いたら、うん、若林さん、あれが、うん、あの DVD に機密事項が入ってて、うん、あれを、あの人は盗もうとして、お前、絶対コント書く才能あるわ。あんな無言、無声劇でわかんない。お前は才能ある。おっぱい26個見ました。メール来てまして、うん、ラジオネーム超常識人さん、うん、若林さん、ちなみにジョーさんがローラと会った話と土屋さんがバイトを辞めた話も聞きたいですよ、ね、いやそっか、うん、それ中途中になってたか。まあジョーさんがローラと会った話は今ので全部ですね。はい、あ、そう言われたと、うんって言われて終わりっていうのと、うん、土屋がバイトを辞めた話はね、いや朝早いのよ。朝6時からでスーパーの仕事してたんだけど、うん、朝5時半に起きたら体が動かなかったんだって、うん、で電話して辞めますって言ったら体が動くようになったんだって。ストレスだったってこと。うん、まあそうだね。で、うん、今はもう一個のカラオケのバイトだけやってて。ああ、カラオケのバイトの話は聞いたもんね。うん、そうそうそう、はいはいはい。でまあ土屋のあれ、焼肉の部位知らない話したっけ。今日先週したんだっけ。いただいてないよ。あ、知らない。何よ。なんかねツイッターには書いたんだけどね、うん、あいつってお母さんと二人でずーっと、うん、一歳、ゼロ歳からずーっと二人だから、うん、外食した記憶がほとんどないんだって。へぇー。ほぼないんだって。ああ、じゃあ家で。だから焼肉を、うん、焼肉食ってておかしい、ね、飯食ってておかしいなって思ってて、うん、いつも俺が頼むものと、うん、僕も同じのでって言うのよ。で、さあ、うん、いい男が一日おきにカフェに来てね、ずーっと同じメニューなんですよ。ジャンバラヤと、アルグレイ。もっとたくさんあるんでしょメニューは。でも俺はこれジャンバラヤとアルグレイだから、絶対ネタ書くときは。いや、そうです。こだわりは知らないけど。なんでこんな笑ってんの。チームつけアクティバは。俺がジャンバラヤとアルグレイ。で、だから、僕も同じものをって土屋言うんで、ずっとジャンバラヤとアルグレイですよ、あいつも。でも、男二人が、うん。同じうんこしてるよ、多分ね、成分は。なるほど。調べてみたいね、今度ね。うるせえ、この野郎、お前。いや、嘘。そこで怒られる、うん、へえ、そう、まあ、うん、あんまないんだ、自分が食べたいもんとか、飲みたいもんとか。土屋は。違う、メニューが分かんないの。友達も、高校の時よりゼロだから、うん、中学の時まで外食なんかしないじゃん。まあ、ね。高校から今まで友達がゼロだから、うん、外食したことがないんだって。だから、分かんないの。ジャンバラヤがどういうものか、タコライスがどういうものか。そ、なるほど、想像がつかないんだ。そう、で、焼肉食ってて、ずーっとこれを、メニューをこれをって指さすね。うんうんうん、で、いや、肉の種類はっつったら、うん、これをって言うから、うん、お前なんだお前はっつったら、うん、いや、わかんないんですよ、つって、うん。カルビとロースとタンは大切りで出てくるから、ギリわかんない。うん、ハラミから先わかんないっつって。で、あいつだから、あれもわかんない。縮みも一回も食ったことないです。いくつだっけ ?20? うん。で、さっきウニ食った。25でなかなか珍しいね。で、あいつの人生ってすごくて、うん、小学校の時から、うん、で、幼稚園までお母さん迎えに来てくれたんだけど、うん、お母さん働いてて二人暮らしだから、夜8時半までお母さん帰ってこないから、うん、毎日500円玉が置いたんだって、机の上に。うんうんうん、だからそれで夜ご飯でパンとか買って、うん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 、8時半までお母さんが来るの一人でずっと待ってて、うんうん、で、8時半にお母さん帰ってきたら、夜ご飯をちょっと食べるっていう生活をずっとしてきたから、わかんないの。はぁ。で、肉とか、ハラミまで教えたよ、うん、ようやく。ハラミね。で、実際、ロースって何すかって言われたら、確かに答えにくかったな。どんと思考停止、どんと思考停止って思ったんだけど。うん。どんしこ、どんしこって思ったんだけど、出てこなかった、やっぱり。思考停止しちゃった。白い液体は出てきちゃったんだけど。いや、おかえり、なんで興奮しちゃってるの。え何の話だったの。どんしこなんだよこれ恥ずかしいよ俺はいいじゃない激闘いやいやこれ聞いてなかった人俺が語ってるみたいに取られるだろこれいやそんなことないですあの音楽やめなさいよそれで感動するねうんあいいですよなかなか感動しないよ別にいいブリッジがまた出来上がりましたようんあのね、ええ先週のスペシャルウィークね、土屋がバーヒデの元へ。ああ、レポーターね。レポーター行ったでしょ。うん、楽屋のね、レポート。うん。土屋行ってましたよ、帰りに。何？あれはなんで僕がやるんですかねっての。
面白いからだよって答えましたけどね。うん、まあね、結果面白かった、ね、あれをね聞いたテレビ局の人、うん、まあ2人ですけど、うん、あの僕が聞いたのは、うん、土屋くんちょっと面白いねみたいな、うん、ちょっと土屋くんにこう例えばコンパ行かすとか、うん、そんなの企画やりたいなみたいな、うん、なんか深夜でとか言って、うんうん、結構ざわついてんすよ。ああそう、うん、でどんな子みたいな、会いたいみたいな感じで、うん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 、結構そんなこともあって、もういいことじゃないですか、うん、でなんかあいつさ、うん、あのバイトを今してて、うん、で12時までバイトしてて、うんうん、それでテレビ局の人とあの飯食っててさ、うん、あの12時に終わるからで近くで飲んだから呼ぼうかっつって、おいや呼びましょうかっつっていう話になって、うん、でこの間のラジオで面白かったっつって、うん、で土屋くんはあのちょっとこうあの、うん、天然的に、うん、ああいうこうなんかあの片言喋りだったけど、うんうんうん、で一個そのディレクターさんに怒られたのが、うん、あの俺が赤ひげ薬局かって突っ込んだところ、うん、はいはいはい、あれちょっとね説明がないと分かんないねっつって、いやそうだね確かに言われましたけど、あのオーガードのところのね、うんうん、新宿のね、で、まあ、土屋くんがね、うん、あのすごい良かったという話で、土屋バイト終わったら来てくれっつって、うん、まあ LINE 打ったんです。俺と土屋 LINE やってるからさ、いいじゃない、うん、ナウイね、したら既読って出てましたよ。ああ、読んでくれたと。休憩中見たんでしょうね。なるほどね、うん、伝わったと、とりあえずね、で行きますと、うん、それで土屋が来たんですよ、うん、で土屋がこう店のね席についてディレクターさんと飲んでて、うん、上着脱いだんですよ、うん、そしたらカラオケ屋の制服なんですよ。綺麗エプロンと胸にボールペン刺さってんですよ。で、うん、お前ってファミマの時もそうだけど、なんで制服のまま来んのって聞いたら、ね、うん、本当に1分1秒でもバイト先にいたくないんだって。バイトが嫌だから。なるへそ。だから家で制服着てって、うん、その10時にタイムカードを押さなきゃいけなかったら9時59分59秒までに押さなきゃいけないじゃん、うんうん、そしたらもう59秒に押したいから家で制服着てギリギリまで家出ないんだって。あーなるほどね。で自転車で爆走して、うん、もうその1秒前にバイトについてタイムカードを押して、うん、でもう10時で終わってタイムカード押すやいないやバイト仲間と誰一人と喋りたくないから、うん、すぐ出るんだって。なるほど。カラオケ屋を、うん、だから制服のまま帰ってるんだって。だから俺らを待たせてるから急いでるわけじゃないの全然。あ、そこじゃないのね。俺エプロンしたままさ、あいつビール飲み始めてさ、急にもう店の人だよ。周りのお客さんからあれ店の店員と一緒に飲んでるこのテーブルと思われる。店員が、うん、上がったばっかの店員が飲み始めたみたいな感じになっちゃってんだけど、うんうんうん、でそんぐらいなんかバイトが今嫌みたいで、うーん、そうそう、それでバイト先で、うん、LINE をグループで入らなきゃいけないんですって。あ、そういうのありそうだね。でみんな年下で20歳とか22歳で大学生でキャッキャキャッキャしてるグループなんだって、うんうんうん、でも土屋も入れみたいな言い方されるらしいんだけど、年下に。まあバイト後から入ってきたから、そう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 、そのリーダーみたいなやつに、うんうん、でバイトのグループの LINE に入ったんだって、うんうん、でも返さないとなんかノリ悪いみたいになるし、うん、でもみんなすごいやるんだって今の学生って。 LINE をなんか早そうだもんね、その展開がさ、展開がさ、うん、それついてくるの大変でしょ。そうそう、うん、だからあいつは金髪のロン毛のやつが親指立ててグーしてるスタンプしか送んなかったんで、もう何百回もうそれずーっと全員それをスタンプで、もうな、言葉一切引っかかずにずっと同じスタンプを打ち続けてたんだって、何ヶ月か。したら、ある日、なんか、いい加減にしてくださいみたいに言われたんだって。で、それはなんでかっていうと、バイトの女の子がどうやら、ストーカーっぽいことをされてるかもしれないっていうのの相談に、LINE のLINE でみんなで相談に乗ってて、あいつは読まないわけよ。他のやつの文章なんて。ただブーってなったら、そのスタンプだけポンと押して携帯ほっぽるわけよ。読まずに親指のグーのやつを送っちゃったから、ストーカーの話してる時に何なんすかそれみたいになっちゃって、言葉も一回も送らないし、真面目に相談に乗ってくださいみたいになっちゃって怒られたっつって。
いや、それは良くないよ。うん。うん。せめて文章読まないとね。で、キャリーパムパムファンの18歳の子に、うんうん、キャリーパムパムどう思いますって言われて、うん、何も思わないって言ったら、めちゃくちゃキレられたんですよ。そこはさ、可愛いんじゃないぐらい言えばね。父やめちゃくちゃキレられたっつって。それはね、好きな子の前だとね、うん、怒られるよ。で、あいつずっと冬僕がダウンジャケットあげたんですけど、着ない時期あって。うん、なんでだって聞いたら、うん、風邪ひいて、うん、バイト休みたかったから、風邪ひこうとしてたみたいなんですよ。スーパーその時はスーパーだったな、うん、一番土屋が今までやったバイトで辛かったスーパーの荷卸しの、うん、店の並べバイトを休みたくて風邪ひきたくて、うん、ずーっとシャツ一枚で自転車こいでたんですけど、いや別にさ実際に風邪ひかなくていいじゃん。嘘はつけ、そこは正直だ。風邪ひきましたで嘘をね、まあ仮病ですよ、だから、うんうん、行きたくない日もあるだろう、それはバイト。でもお前それで風邪ひかないってすごいなみたいな話してて、うん、したら、うん、あいつ中高を、うん、もう休みたくて風邪ひいて、うんうん、学ランを、うん、びしょびしょにして来てたんだって、ずっと真冬風邪ひいて休みたいから。どういうことなの？学校がつまんないから、友達いないし一人も喋るやついないから、うん、学校休みたくて学ランを真冬に、うん、びしょびしょにするんだって、水道で、うん、それをずっと来てたんだって、風邪ひきたくて。でもそれずっと続けてたから、うん、体強くなっちゃってた。最初の頃は引いてたであろう。引いてないんだってそれも。引いてないの。それでもさ、ほら熱代謝を良くしようとするんだ多分人間って、うん。だから体強くなっちゃって。抵抗力ついちゃって。もう徹夜とかしても全然平気なんだって。知らないうちに体を鍛えていたってことだね。そう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 。過酷な状況のことによって。そうそうそう。それでなんかバイトの話になってさ、うん、若林さん若い時20代の時どんなバイトしてたんですかみたいな、うん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 。でもなんか土屋にね、うん、土屋は結構そのでカラオケの、うん、休み時間もまかないを1個だけ、うん、メニュー表から1個だけ選んでいいんだって。うんうんうん、でみんな焼きそばとかさ、うん、オムライスとか頼むんだけど、うんうんうん、一番量が多くてカロリーが多いのが山盛りの唐揚げなんだって。もう5人ぐらいで食べるやつで、うんうん、袋を全部揚げるために揚げる、うん、で毎回金ねえから、うん、それで腹を持たせなきゃいけないけど、うん、毎回唐揚げの山盛りを食ってて、でそれをみんなに気持ち悪がられてるみたいな。いや、それはいじられるよ。でなんか仕事もね、なんか結構酔っ払ってサラリーマンにいじられたりするらしいのよ。うん、で、うん、でもカラオケお前もうさすがに続けろよみたいな、うん、偉そうに俺も言うんだけど、うん、まあ俺もよくバイトを辞めてたなと思って、うん、ああそうか、そうだね、やっぱさ、うん、若い時の方がプライドってやっぱ高いじゃん、うん、19歳ぐらいの時俺さ夜学じゃん、うんうん、だから昼間たこ焼き屋でずっと働いててさ、で俺だけシフト表を出さないのよ、夜学だからさ、うん、店長が知ってるから、なるほど、で彼女いないのも知ってるから土日も全部、うんもうすごい時間入れてるのが渡されるのよ、うん、で俺杉崎とバーベキュー行く約束してた日にバイト入れられてたから、うん、いや店長俺この日空いてないんですけどつって、うん、若林くんなんて、うん、あれバイト以外にすることないじゃんって言われて、うん、その一言だけで、うん、でそいつがまた38歳で嫁も子供もいるのに、うん、フィリピンパブにハマってる親父 で、うん、で女子大生のバイトの子と、うん、バイト上がりに大戸屋で一緒にご飯が食べれるかどうかだけが楽しみの本当超ダセー38歳なんでこんなやつには俺は絶対ならねえと思って、でなんか地域のリーダーみたいな、うん、そのたこ焼き屋の社員の方の人が、うん、柱の奥から隠れてたまに見に行くんだよ、サボってないから、なるほど、したら店長がサボってて、うん、その社員は30歳ぐらいなんだけど、うん、30歳の社員に38歳のちょっとこうハゲかけた、うん、もうしょぼくれたさ、うん、親父がめちゃくちゃキレられてんの、 お前な見てないから何なんだその働きっぷりはみたいな、それね口答えとかしてんだよね、お、いやそんないつもそういうわけじゃないんですけどと、そういうわけじゃねえだろとか超怒鳴られてんの38歳、おこいつダセえなと思われて、うん、でそいつに、うん、若林なんてやることねえだろって言われて、うん、俺切れちゃってさ、うん、帰りますとか言って、あエプロン投げつけて、おっとそのままやめちゃって、あら俺19歳の時、あらららら、今考えると超ダセえなと思って、あんま変わらんじゃん土屋と、それを俺武勇伝みたいに語ってたからね地元の友達に、あやめてやったよぐらいの、やめてやったよみたいな、はあ
まあ若いからな。そうそうそう。で結構続けたんだけど、たこ焼き屋もその一件でやめちゃって。あら。でまあそんなこんなあったから土屋にあんま言うのもあれかな、なんて。いやそうだ。で俺あの映画館のバイトが続いたのはさ、うん、自分がほら。映画館行くときすごい好きだから、自分が映画館行って、例えば客席にポップコーンとか落ちてたら、嫌じゃん。それは想像力が湧くのよ。でも焼肉屋でバイトしてたときは、焼肉屋とか行かないのよ、若いとき。だから、その、ミノをこう、できる限り綺麗に食べたいとか、あの、網を綺麗にとか、湧かないんだよね、想像力が。なるほど、うん、何を焼いたら網がちょっと汚れるとかもね分かんないし、うん、気も利かないの想像力は、はい、でも映画館はね、うん、自分ではポップコーンとかせっかく1800円払って楽しみに来て、うん、落ちてたら嫌だなとか思うから、うん、結構綺麗にしてたし、うん、なんかロビーとかプログラムとかも綺麗に展示して、うん、ポスターとかもさ、うん、なんかすごいいい感じに見えるようにさ、うん、あのイーゼルを持ってきてさ、うん、自分からやっててさ、おありがたい。でそれ結構一番続いたバイトで、うん、俺だから結構頑張ってたつもりなんだよねって話を、うん、つい最近バイト仲間と飲んだ時喋ったら、うん、あの若林さんの次の日に入ると、うん、あの行き届いてないところがあって仕事が増えるって噂だったんだって。超ショックでさ、俺全然できてなかったってことだね。全然できてなかったんだよ。はあ、実は。なるほどね。うん。うん。それで、俺、ね、それでも一番、それだから、想像力が湧くからちょっと楽しいんだよね。だから土屋にも、うん、まあ映画とか好きだから、映画館とかじゃない。うん、なんかだ、例えば芝居の小屋とかさ、うん、そこでやればなんて、うん、言ってて、うん、で、バイト3年間続いてさ、うん、27ぐらいかな、の時に、うん、バイトを辞める時にさ、うん、全部さ、今日で最後、うん。3年間で辞めなきゃいけないのよ。絶対映画館のバイトが。まあ珍しいね。うん。ほう。卒業みたいなことだ。なんかね、バイトを増やさないようにするみたいな、なんかよくわかんないあれがあって。へえ。うん。ほうほうほう。で、3年間で満期で、最後の日に全部椅子片付けて会場を閉めたのね。そしたらいつも3人で入るはずだから、残り2人しかいないはずでしょ。そしたら、ね、誰もいないんですよ、ロビーに俺が閉めたら。そしたらね、ホタルの光が急に流れてね。うん。でね、うん、非常口からね、うん、若林さんお疲れ様っつってね、バイト仲間が20人ぐらい花束持ってバーって俺を囲むのよ、うん、泣いちゃってさ、で花束もらってさ、もう27ぐらいだったけど26ぐらいだったけど、あのボタンくださいって言われて、制服の。ほら俺ほら男子校でもほら持てないし、ボタンくださいなんて言われたことがない。ブレザーのボタン制服のあげてさ、あら大学生ぐらいの女の子に、ね、で寄せ書きで絶対お笑いで売れてくださいみたいな、みんな絶対ね、なんか、うん、M1 がさ当時わーって来始めた、うん、M1 絶対決勝優勝してくださいみたいな、はいはいはい、もらう号泣しちゃって俺、うん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 、それでやめて、うん、でしばらくしたら、うん、封筒が届いてさバイト先から、うんうんうん、何かなと思ってパッて開けたら、うん、ボタンの請求書だったんだよね。600円。ボタンがなかったから請求した時に。あれ若林さんなくしたのかなと。そうで俺はさ26でバイト辞めたら、うん、こっから先はお笑いだけで絶対飯食えるようになんないし、うん、っちゃいけないし、うん、絶対もうバイトをしないって決めて、うん、一生懸命やろうと思ったの、うんうん、でも2ヶ月後ぐらいに、うん、もう全部払えなくなって、うん、飯も食えなくなって、うん、もう土下座して、うん、そのバイトに戻ったんですよね。いやちょっともうさそんだけ送り出されたあんた他なかったかねバイト。でとりあえず色紙を返してくれって言われて色紙返して、うん、でその時のチーフに戻ってくるにしても2ヶ月は早すぎないって言われて。いや早いよ。そうそれででもそれでも金もなくて、うん、彼女もいないけど、そのバイトの支配人がさ、うん、28とかなあ29とかの誕生日に、うん、支配人と映画館閉めて、うん、金庫にお金入れて二人でとぼとぼ誕生日の日に俺歩いてたのよ、うんうんうん、そしたらなんか黙って、うん、寿司屋行くかとか言って寿司屋入ってさ、誕生日おめでとうも何も支配人言わないのに、40代ぐらいの人だけど二人で黙って寿司食っておめでとうってことかなとか思って、高い寿司食わしてもらって、それでじゃあなっつって半蔵門線乗ってその人帰ってったんだけど、そういうのはめっちゃ覚えてんなと思ったから、土屋が誕生日の時に焼肉おごってやったのよ。その時の味って忘れないもんだぞ、うんうんうん、だからそういうのの味は絶対忘れないからなっつって、
食べ物って重要だろっつったら、うんうんうん、あいつ僕は食べ物は何でもいいっすねとか言ってその担任の答え。お前さ、あいつ嘘でもね。初めて怒った。いい加減にしろお前。バカ野郎っつって。